校たちに野球の技術をマンツーマンで教える野球塾が注目を集めています。香川県さぬき市出身の元プロ野球選手高橋浩二さんが描く第2の夢とは。河川敷に放ったのは特大のホームラン。元プロ野球選手の高橋浩二さん32歳。プロの世界で味わった厳しい現実、それでも漁師をしながら再び夢を追う。未来の子供たちへ元プロ選手が追い求める夢の続きがありました。オリックスや楽天で活躍し、現在は讃岐市で暮らす高橋浩二さん。3人の男の子のパパです。やんちゃな次男ダイヤ君、面倒見の良い長男イッサ君、5月に生まれた三男ゆいのすけくん。実はプロを引退後は野球への情熱を失っていました。あっという間ですよ、戦力外になるので。野球してて華やかな世界におったのにこんなんで やっていけんやろみたいな感じでしたね。幼い頃からの夢を叶え、ドラフトでプロ入りを果たすも怪我に泣き、5年後に戦力外通告。しかしこの経験が野球人生をさらに飛躍させることになりました。プロ選手を育てるのではなく、能力に合わせて長所を伸ばそうという野球塾を開設。特に力を入れているのが部活を終えた中学3年の受験期間をサポートすること。進路の悩みにも親身に向き合います。話しやすいやフレンドリーな子で、高校に入って野球で止まらないようにとか、技術的な面も伸ばしてくれるので、宿題やってなかったら怒りますし、野球だけやってこう人生やっていけるわけじゃないので。高橋さんもまた野球の傍らカンパチの養殖で生計を立て、古い倉庫を探しては自費で改装して練習場を作るなど、今は子供たちの育成に懸命です。この日は塾生たちの卒業の日。高校に入ると規定により元プロ選手からの指導は一切受けられなくなります。高橋さんから教わったことは、オンオフの切り替えがやっぱかかった。それ夜のオンオフ。笑わらず徳島県から通っていた菅野龍太君、実はこの日の10日ほど前、父を急病で亡くしていました。お世話にしてくれました。母から父のための甲子園行って、もう頑張りようって言ってくれました。感謝しています。応援してくれて落ち込んでいたんですけど、このことを聞いて自分と頑張らないかあかんなと思って。子供みたいな感じですね。生徒じゃないですね。子供っていう感じですね。苦しいとは思うんですけど、僕ができる限りのことするから何でもいいなよとは言ってるので。6月14日、高橋さんは初心者や指導者を育成する NPO 三門球友クラブを立ち上げました。オリックス時代からのコーチ、金崎康秀さんもサポートします。例えばチーム入らないといけないとか、そういったこうハードルをちょっと下げたいなと思って。
普段なかなか試合に出られない小さな子供もここでは必ず打席が回ってきます。やっぱプロ野球選手ですからね、あの僕たちもしっかり話聞くので、あの良かったと思います、はい、僕ら指導者も行かせたらなと思って。卒業した塾生は高校生になり、それぞれの夢に向かっていました。高橋さんに教えてもらったっていうことを誇りに持ってできるようなそんな選手になりたいです。今日も子供たちとボールを追いかけています。 OK、 うまい。優しく返して、優しく。ステージは変わっても思いはいつも同じ。子供たちの心にまっすぐに向き合っていきます。一時は野球への情熱を失ったそうですが、それでも野球が好きという思い、心の強さ、そして優しさを感じましたね。2010年の立ち上げからこの野球塾の卒業生すでに500人を超えています。野球を通じた人づくり、第二の夢へ、子どもたちの成長が楽しみです。この後は3回トピックスです。